梅雨ですね。梅雨どうもこの時期はダメですね。なんか湿っぽくて、ああね、これね、涼しければまだいいんですけどね、湿気がね、ちょっと嫌ですね。5月、こうやって考えると日本で気候がいいのは5月、春、3、4、5ぐらいまでですかね。あと夏の終わりとか秋はいいですよね。9月、10月ぐらいですかね。四季の中で何が一番好きですか？僕は春ですよ、やっぱり春、うん、桜が咲いたり、これからなんか芽が出るぞっていう感じが、そう春ですか ね、夏はまだかいなっていうこの気分がいいですね。ですね、まあ酒飲むには本当は冬が一番いいんですけどね。まあね、こたつの中で、いやもう今はもう年中ですよ。年中ですか。もう花が咲いたというゆえ何か理由つけて飲んでるんですね。今日は雨だからといい、ね、蒸し暑いなと言ってまたビールを飲み、いいですね。酒はいいですね。ではお送りします、ワッターワンダフルレディオ、ジュリケン。田中健二さんと志村けんさんがおしゃべりをしています、ファッターワンダフルレディオ、ジュリケン。沢田さん歌ってますか？この番組は大人の男のたわごとラジオ、いい年をしたいい男の喜怒哀楽をさらけ出していただくプログラムです。お酒があればもう季節は関係ないっていう話ですね。ですね、そう、もうね、今やほらアルミサッシとね、で冷暖房があればどこでも大丈夫。昔はもっとダイレクトに四季を感じていたっていうことですね。そうそうね、あと食い物がそうだったからね、トマトとかなんか夏だけ食えとかね、今ね、ずっとトマトがあるから、ナスもあるし、キュウリもあるし、下手すりゃミョウガまであっちゃうよ。ミョウガのものが一番いいんだけどね。ミョウガは本当はいつの夏、夏のもの、そうめんの時に必ずつけるんだからね。そうだ、いつもありますね。ですね、これがね、嬉しいや、最近季節感があんまりないですよね。改めまして文化放送アナウンサーの吉田瑠衣子です。今朝の BGM は三好英二さんの雨でお送りしています。ではジュリケン講習もスタートです。いらっしゃいませ。あ、何か、アイドルもののレコード。アイドルものですか。ちょうどございます。ベスト田原俊彦、近藤真知、松田聖子、井上陽水、まあいろいろありますがね、どれを気になっても、ね、同じようなもんだと思いますがね、あれは沢田研二ですよ。お気になりますか。いや、とんでもないですよ、そんな。そうですね。じゃあ、トシちゃんが、はい、ベスト田原トシ、かわいいから。はい、そうですか。これを一枚、それじゃあね、はい、その他は何ですか。ロックものかなんかの、ロックっぽいの、どうでしょう。高中正義、サダーシ、サザンオールスターズ、ヌードマン、矢沢、怪しい夜を待って、井上陽水、まあいろいろありますが、どれほど気になってもね、同じようなもんですが。あれは何でしたっけ。沢田研二ですよ。お気になりますか。そんな聞くって言ってんじゃないですか。そうですね。これいいですか。ジェンロックの、じゃあこのサザンのやつ。サザンのムードマン。このお尻がとっても。サザンとね、この田原俊彦のベストオブ田原、この2つですね。これもです。ジュリーのやつですね。3枚ね。どうも。キャッシュ、キャッシュ、キャッシュ。いらっしゃいませ。おいです。おいさん。ロックノール。いいのありますよ、お客さん。入荷したばっかし。例えばこれなんですよ。これは最高です。
聞いてみたい。聞いてみたい。